ちゃった、来てしまいました。ネックピロー忘れました。あ、そうだ、ネックピロー壊れてる。いや、ネックピローもうなしでいこうかなって思ってます。昨日 Vlog がアップされてシュートなしにやっぱかましていけますか。フース。ああ、さすが。こんな楽しんでこう、こんなテンションでバンコクとソウル迎えたいと思います。僕が今日選んだのは特製牛肉うどんです。じゃん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 。じゃあどれから行こうかな。まあ男だから鉄火巻きから行きます。ちょんちょん、あぶ、見てください。あ、画角ミス、画角ミスった。โปรดเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า Please stow all your belongings in the overhead compartment with us. Come on with your bagage และทางちょいやつじゃないよ。わあ、すごく広いよ。バンコク到着。夏が始まったってことで。夏が始まった取材を終え、今からご飯を食べに行きます。そしてなんと、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 このトゥクトゥク、毎年誕生日の時にタイのファンの皆さんがこうこうこうね、こういう風に乗っけてトゥクトゥクを走らせていただいてるんですけど、今回は僕が来るということで、いや、めっちゃ嬉しくて、で、なんと、そのトゥクトゥクを今日は乗れるということで、今日はご飯を食べて、その後トゥクトゥクに乗って、多分ちょっとしたドライブじゃないですけど、僕を背負いながら乗りたいと思います。ではご飯食べに行ってきます。毎回恒例ですが、こちらが You like spicy? あー、ボーン。ボーン。うわ、ココナッツジュースだって。これ飲む？はい。あー、なるほど。え、透明なんだ。こんな感じで泳ぎたい。ガチの人は初めて。いただきます。うん、食べない。うまっ。これですね。ご飯と一緒に食べるの？これを。うん、でも美味しい。あ、めっちゃ美味しいもん。え、ノアツク来たの？え、ノアツク来たの？わ、すげえ、ノアツクだ。やば、ノアツクだ。ノアツクやん。やば。すげえ。ドア見られてトゥクトゥクのお兄ちゃん笑ってる。
つくはマジでやばい乗り物だ。乗ってみたまえ君たちも。バイバイ。締め、今日の締めコメントお願いします。まあ、じゃあ第11日目終えてみてどうでしたか。大好き。好きな言葉は大気オタです。大気以上です。かっこいい。やっぱかっけえな。お腹痛くなってきた。マジ熱くなってきてこうやってそれ抜くのがもうフードファイターでしたね。うまっ。もち米だ。あ、もち米出てきます。うん、そうね。かき氷ともち米が混ざって出てくる。めっちゃうまい。やっぱ2週間空いてるからちょっとどっかで不安はねあったけれども、ちょっと緊張するの。そう緊張する。俺もちょっと今ふわふわしてる。なんかでもなんか逆にそれが新鮮ですごい楽しみです。かましたいと思います。今日もいくぞ。せーの、おー。Let me take you everywhere.
ば。いやもう最高でしたよ、本当に熱気がすごかった。すごかった。もう最初出た時からもう、あっってなった。これ選択する？する。はい、まあ、でも本当日本のファンのみんなも来てくれたし、まあ、タイのファンの皆さんにもやっと会えたし、こうやってアジアのあれ出て幸せです。てか本当にみんながパープルスカイ2ビヨンですと、でも全部ほぼなんかもう全部歌ってた。そう、ほぼ歌ってました。それがもうありがたきでした。僕たちもぶち上がりました。ない？選択肢ない？はい。どうでした？みんな期待してるよ。最高だった。僕たち大好き。ありがとうございました。うるさいって。でも大輝くんだけ静かみたいな。5、4、3、2。急に止まりました。どういうこと？じいさん。どういうこと？どういうこと？いや、じいさんでできてないやんけ。どういうこと？ああ、武蔵野線。ちょっと置いてこないでよ。ここから？わ、レシート。ごめんごめん。
緊張してます。本当にしてるんですか。僕も緊張してます。ファイナル頑張ってきます。ということで、アジアツアー終えました。終わりましたよ。いや、あっという間だったね、本当に。どうでした？考えたらなんか、あっという間だったね。めちゃめちゃいい思い出だったし、本当に。この中継のマー君に感謝です。いやいや、僕は2人に感謝です。来てくれたファンの皆さん、ありがとうございました。またアジアワールド、アジアワールド、会いましょう。またね、バイバイ。Thank you for coming. モンスターズインクのやつでした。わかりませんでした。